非常事態が発令され、守りを固めるサンクチュアリに奇怪な現象が起こっていた。慰霊地に眠るセイントたちの墓が内側から崩したように荒らされ、兵士たちが亡霊のような敵に襲われたのである。そして第一の宮、白羊宮を守るゴールドセイントムーの前にボロ布をまとった謎の男が現れたのだった。あなたはムーよ。お前に命令する。12時間以内にアテナの首をここへ持ってくるのだ。いかにあなた様のご命令といえど、それだけは。バカめ、このお方に従わぬことがどれほどの罪悪かよく分かっていよう。そうだぞムーよ。何？お前たちキャンサーのデスマスク、ディスケスのアフロディーテ、未だに成仏できず死霊となってさまよい出たか。死霊ではない。俺たちは冥王ハーデス様に忠誠を誓い、新たなる命を与えられたのだ。さあムー、そこをどけ。アテナの首は俺たちが取ってきてくれるわ。どかぬというのなら力ずくで従わせるのみよ。ゴールドセイントの使命は何人にも砕けぬ。君ごときの技、このアフロディーテが粉砕してくれる。ファイト。何アンドー、なんでお前たちがゴールドセイントを誘っているのか。何っちゅうな。前を黒バラ、この宝石のように黒く光り輝く、その感じはこれとした。いわば死の国の黒さ。さあプリンス、栄養ハーデス様に忠実なる死の国の戦士、セクターの証よ、レモンドー。ハーデスのトークになりさがい、アテナのお命まで狙いに来るぞ。レモンドー、かつてはアテナのセイントか。アニアンドー、恥を知れ。黙れ、この世でぬくぬくと生を貪っているお前に死の世界の恐怖は分かるまい。そこをどけムーよ。お前はあのお方に逆らうつもりか。あのお方に逆らうことなど私には決してできはしない。だがロイヤル、お前レモンドールを持っているのか。いい加減にせぬか。この二人は私に従ってきたもの。お前のしていることは全て私への反逆になるのだ。何ロイヤルレモンドー、やるじゃないか。甘いぞ。覚悟はできましたか。アーライト撃破していくっしょ。やつらさに眠りなさい。ウィナー、さあ舞い戻れ死の国へ。ゴールドセイントの名に恥じぬ戦いができたようです。いい加減にそこをどけムー。この白羊宮を敵から守るのがアリエスのムーの使命。たとえ殺されたとしても押すわけにはいかん。ならば望み通り殺してくれるわ。死ねムーよ。待てムー、どうしたんだよ一体。デスマスク、アフロディーテ、これは夢か。それともこいつらは幽霊なのか。ムー。幽霊ではありません。冥王ハーデスの戦士スペクターとして蘇ったのです。ハーデスとスペクター。ハーデスこそアテナを倒すべき真実の敵。ハーデスとの新たなる聖戦のためにアテナ、私たちセイントこの時代に生を受け、サンクチュアリに集ったのです。だからポセイドンが復活した時もゴールドセイントたちはサンクチュアリから動かなかったのか。だったらムー、俺も戦うぜ。それは無用です。今すぐ帰りなさい。え、
ここはもはや君のようなブロンズセイントに来るところではありません。立ち去るだけアテナの名のもとに死を与えます。死？これはアテナのご意志なのです。嘘だ。俺たちはアテナのセイントなんだぜムー。これは何かの間違いだ。サオリさんにアテナに会わせてくれ。いやかましい。お前たちはもう用済みなんだよ。さあ早く消えろブロンズのクソガキめ。消えるのはお前の方だ。やってやるぜ来いデスマスク。来いデスマスク。本当のカニみたいにあぶくふくまでやってやる。早く消えろブロンズのクソガキめ。ファイト。なんだそのボロクロスは。ムーに修復もしてもらえるとは哀れなやつ。そんなボロクロスでこの俺様に勝てると思っているのか。お前を倒すのにクロスなんか関係ない。今俺はものすごく頭にきてるんだ。やってやってやりまくってやるぜ。ドラゴンといいこのペガサスといい。あのクソガキ、お前を冥界の穴よもつひなさかに蹴り落としてやるぞ。その穴に逆戻りするのはデスマスク、お前だ。こっちに乗り上がって、お前を一番の島釣りにあげてやる。島釣りにあげてやる。燃えろ俺のコスモ。コスモがみなぎりブラマス救済じゃん。終わりだ。パーフェクトウィナー。俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。とどめだデスマスク。どうして俺に攻撃を。言ったはずです。早々に立ち去らねば死を与えると。俺はもうアテナのセイントとして様子見なのか。セイ、安らかに眠りなさい。スターライトエクスティンクション。消えた。セイヤの体が。スターライトエクスティンクション、相変わらずの恐ろしさよ。だが私の目までごまかすことはできぬ。ペガサスをどこへ飛ばした。どことおっしゃられる。死の国以外に行く先はありません。まあよかろう。たかがブロンズの子供一人。デスマスクにアフロディーテよ、アテナの首を取ってまいれ。言ったはずです。この白妖球を死んでも守るのが私の使命だと。さあお前たち、まいな死の国へ。スターライトエクスティンクション。マニーわー。デスマスクにアフロディーテよ、お前たちの肉体は完全に消滅し死の国へ逆戻りした。ゴールドセイントの誇りを忘れアテナのお命を狙った報いだ。もう二度とこの地上に戻ることはできない。ムーよ、愚かなのはむしろお前の方だぞ。その二人を消したところで戦いが終わるわけではない。むしろお前にとって辛いことになっていくのが分からんのか。お言葉ですが、それでも引くわけにはいきません。ハーデス、108人のスペクター全て片付けるまでは。108人のスペクターのことではない。アテナの首を取りに来たのはデスマスクとアフロディーテだけではないのだぞ。なんですって。